なんだ、お道路の下の、危ない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 、ごめんなさい。周りの景色見てて、よかった。よくないけど。お客さん乗せてないときでよかった。ごめんなさいね。てかやべえな、お客さんがいないどころか人通りももうだいぶなくなってきてます。あららら、どうしましょう。とりあえず曲がってん、フォーセールゴミ箱がある。あ、ここオレンジだ、来た。帰り着きました、私ん家でした。うわ、私の家だ。じゃあ問題が、まあ、私がこの車から降りれるかどうかなんですよ。問題は、あ、ライトつけれるね。よかったよかった、明るい明るい。開閉、扉はね、開けれるんですけど、降りれない、降りれない。ねえ、もう、降ろしてよね、もう。家に帰らせてね。これどうやったら本当降りれるんだね。一応31ドル稼いできましたからね、ご飯とかは買えるんじゃねえか。今日1日分のね、ご飯お飲み物ぐらいだったら生きていけるんですけど、どうすりゃいい。どうすりゃいいだ。あ、エンジン切らないとか、終わりですもん。私はもうこの車の中で一生過ごしていきます。ありがとな、私んち。もう戻ることはねえだろう。車中泊だ。あれ、動かなくなった。あれ、燃料切れた。あぶねあぶね、そうだ、燃料っていう概念があったんだ、やべえ。燃料切れるまで、いや、燃料切れたらさすがに降りれるでしょう。ああ、怖い、もう10時だ。まあ、お客さんを探しましょうか。せめてあと1人ぐらいは乗せて、お金を稼ぎたい。タクシードライバーの気分を味わいたい。お、マップがあるじゃん、マップがあった、来た、これ。あ、ここが自宅の前ですもんね、今、私。そしてまっすぐ行ったら、これガソリンスタンド、ルート検索もできるガソリンスタンドがある。ちょっと行ってみましょうか。これでもしかしたら、燃料問題が解決するかもしれない。今でもまだ、あれ？まだ燃料半分あるな。おそらくこのね、スピードメーターの右側のところが、すいませんね。もう息をするように交通ルールを無視するようになっちゃった。何のね、ペナルティーもないんですもん。なんかね、じゃあ守んなくてもいいかなみたいなところがありますよね。あ、うっしゃー。燃料を購入するには31ドル R。 OK？ ん？あれ、購入できないぞ。ん？お金足りない？ 31 ドルじゃダメ？そんなレギュラーのが上がった値段。値段上がった、そんなにガソリン。ちょっと待ってくれ。あ、ダメだ、燃料が買えない。お金が足りないのかな。31ドル必要、まあ、持ってるんですけどね。じゃあダメか。まあ、ただね、燃料は減ってる感じがしないですから、まあ一旦ガソリンは無視で。このライフルマークみたいなところ行ってみましょうか。なんだろうこれ。いやー、夜道は運転するのが怖いんですよね。極力ね、明るい時に運転したいんですけど、まあね、車が少なくなるのはめちゃくちゃありがたいんですけど、やっぱ明るい方が運転しやすいですよね。よしよし、着いた着いた。ライフルマークみたいな。扉開けたまま運転してた。あぶねえ。てか、あれ、後部座席の扉がなくなったの。いつの間に、ね、あ、ついてるのにそこだけついてないじゃん。なんで。
危なかった、ライフルマークのところに来たんですけど、なんか施設があったりするんじゃないんだろうか。どうだいやもう本当はね、車から降りたいんですよ私も降りて探索したいんですけど、車から降りられないんで。着いたけど、ここは何でもないのか。ここの施設だと思うんですけどね。よく無事だなこの車。いやでも当たりすぎて、もしかしたら扉が壊れてしまったみたいなのあるかもしれませんね。なんか遊びたかったな。なんか射撃みたいなのができると思ったんですけど。じゃあまあ次はなんだこのベッドみたいなマークは。なんかちょっとエッチな匂いがするぞここ。行ってみましょう。そうだ、なんか運転するときはこの車の中の電気を消した方が。危ねえ事故りました。よそ見してたら事故りました当たり前のことすぎるなんかね、車の中の電気は消した方がいいみたいな言いますよね。ちょっとね理由は分かんないんですけどそろそろ着くんじゃねえか。てかマジでお客さんいねえな。これなんか駅前とかに行った方がいいんじゃねえか。あれじゃない、なんかピンクの明かりがありますよ。いやらしい雰囲気を感じますね。ちょっと行ってみましょう。赤信号だけどよかった、ちょうど青になってくれた。ここです、ここです。もしかしたらここの前で待ってたらお客さんとかが来てくれるんじゃねえか。ほらこんな露骨なピンクなかなかないよー扉の前にビタ付け直接的すぎるって、直接的すぎるってねハハ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 ハね、赤い風船とか、なんかそんな、違う、なんかいい感じの言葉にしてるじゃんね、そういう場所はね。直接的すぎる。ね、直接的すぎるのよ。これ何シミュレーターよね、これ。タクシーシミュレーターだよね。ね、誰も出てこないしね突撃するな。ねえ、へいお兄さん、へいお兄さん、タクシー乗ってかない、へいお兄さんお客さんがマジでいなすぎる次は、あ、これマップの下に行きたいんですけど、これマップ動かせないのかねね、マップ動かしたいんですけど、なんか下の方にもマークみたいなのありましたよね。でもこれ左上に出てるあの70っていうマーク、速度制限ですよね。70キロまで出していいの？なかなかな道ですけどね、それ。あぶねえやっぱ運転がめちゃくちゃになってきてる。運転も今に始まった話じゃないか。さあ、カジノ直接的やな、カクテル、カジノいや行きたいのよ、めちゃくちゃ行きたいのよね。頼むから本当降りさせてくれで、ね、俺をここから解放してくれね降りたいのよマジで降りられないんですけどね。お客さんもいないしね。で、今深夜3時だもんな。まあそりゃいないよなお客さん。ワンウェイ、なんだこれ。あ、なんかロータリーみたいなとこ来た。これ駅前じゃねえか。どうだろう。いやー違うか。ただもうちょっとで夜が明けそうか。
朝までまだちょっと粘ってみますか。駅前ではないか。いや、お客さんがいそうなところどこだろう。もう一人ぐらいね、乗せたいですよね。今140キロ出てる。ふう、危ない危ない。ぶつかれば止まれるんですから。スピード出しすぎね。怖い怖い。逆させ。こういうゲームね、これ。タクシーシミュレーターってこれで合ってるのね。危ない。どんな運転したらどれだけ危ないかがまあ伝わる動画にはなってるんじゃないでしょうか。よし、やっと夜が明けてきた。あ、早くお客さんを乗せたい。あれ、うわ。運転席側の扉もなくなってる、ね、じゃあ降りれるじゃんね。あー、いい街だな。イギリスってこんなとこなんだろうなと思いながら。あれ、なんかよく見えるなと思ったら扉がないじゃん。お客さんまだかな。朝帰りを狙ってるんですけどね。朝帰りのお客さんいないな。お客さんいない。マップにも表示されてませんもんね。もう朝なんだけどな。あれ、お客さんじゃないこれ。あ、この裏側にお客さんの反応あり。あ、色は緑、パターン緑、お客さんです。来た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 、ついに来た。お待たせしました、お客さん。あ、いた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 。まだあれ。で、その白いサングラス流行ってるのね。お待たせしました、どうぞ。ねねね、分かったからね。これぐらい歩いてよね。ほら、扉開けるからね。もう少しでも歩きたくないお客さん。あ、新しいドライブ承認。あ、承認しないといけなかったんだ。どうぞどうぞ乗ってください、お客さん。お客さんね。それぐらい歩けよ、こいつ腹立つなー。ねー、ほら乗って、お客さん。ヘイタクシーじゃなくてね。お客さん乗ってね。ごめんって、なんか運転席の方の扉ないけど、お客さん、危ない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 。ごめん。ごめん。やってしまった、私はやってしまった今。お客さん。お客さん、お客さんが消えた。お客さんが消えた。お医者様、お医者様ね、お医者様ね、待って。いや、私人を引いてしまいました、お医者様ね、待って待って、お医者様、お医者様、危ない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 。この先にもお客さんいるな、そっちに行こう。ああ、怖いことをしてしまった私は。どうもお待たせしました、危ない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 。よしよし、あなたもお客さんですよね。ん、キャンセルドライブ、あれ、え、お客さん乗せてる今俺。え、キャンセルドライブ、え、この人 お客さんですよね。ヘイタクシーみたいなのしてない。え、怖怖。お客さん乗ってる、え、ここに行けってなってる。え、今お客さん乗ってる、もしかして私の引いたお客様が今。乗ってるね、ミラーもない。え、ちょっと待って、乗ってるかどうかミラーで確認する。お客さん、え、これ俺だよね、乗ってないよね、誰もいないよ後部座席。え、怖い。怖いんですけどね。私は今誰を乗せて私今誰を乗せて運転してるんだ。怖、目的地は
地獄ですか天国ですかね。まあちょっと目的地まで行ってみましょう。この先になってんだよな。え、あ、でも緑色のマークが出てない。あ、違う、よかった、新しいお客さんだ、新しいお客さんだ、お待たせ、よかった、あ、乗ってくれた、あ、どうぞどうぞ、あ、なんて言ってるのかちょっとわかんないけど、あ、よかったよかった、あ、ドライブを受け取るで、あ、はい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 、ここに向かってくださいみたいなのがあったのかな。よっしゃ、すいません、お待たせしました、ちょっとこっち今うちはね、換気を大切にしておりまして、扉がないんですけど許してください。やっぱりね、換気は大切ですからね。いや、お客さんめちゃくちゃいるじゃん。ここにもお客さんいるな。ちょっと相席しても大丈夫ですか、お客さん。ここはなんかずっとこっち見てるな。この人に話しかけるのはやめておこう。なんかずっとこっち見てるんですけどね。こんばんは、運転してる。危ない危ない。よし、ここを右折してきた、きた、到着しました。お客様さえいればもう簡単でございますよ。どうも、到着しました。お客さんこっちか。どうも、支払い$16、ありがとうございます。お客さん、ではまた新しいお客さんを見つけて、あー、でもいいですね、やっとタクシードライバーっぽくなってきた。お客さん、結構歩くね。もしかして有名人の方か。自宅からね、ちょっと離れたところでタクシー降ろしてもらうみたいな。工場かな、ここに来たかったのか。はい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 、あ、違うな。あなたですよね、さっき乗せた方。結構歩くなぁ。ちゃんとね、目的地のそばまでお送りしますよ。お客さん。お客さん。結構歩きますね。本当の目的地どこなんだろう。ちょっと、粘着してみますか。消えた。急に消えたなぁ。怖え。ん？え？お、びっくりした、お、びっくりした。なんかミラーに映ったと思ったらね、もう急に乗らないでくれな、タクシー。あれ？ん？え？なんか戻ってきたぞ。何が起きた？何が起きた？私のタクシーはね、なんか戻ってきたんですけど、ねえ。あれ？私のタクシーは？ん？え？こっから目的地ここになってるな。あれ？私の家兼タクシーは？でも私の車ないんですけど。徒歩で迎えってことね。ここは100ドルで買えるな。あ、タクシー会社みたいなことか？え？お客様。お客様すいません、なんか家に戻ってきちゃいました。車がないですよね。放置してどこ行ったのよ。一応目的地の緑の空間は出てますね。徒歩でここまでやってきてみたんですけど、これで私はタクシーできたことになってるんでしょうか。車持ってないけど、やっぱダメだな。俺どこに車置いてきちゃったんだろう。なんで急に家に戻っちゃったのかな。もしかして飲み物とか空腹度合いか、もしくはトイレゲージが満タンになってたりしたかな。その可能性はありますね。ただマップにね、タクシーの場所表示してほしいですよね。じゃあまあカジノとか行くか。せっかく降りてこれたしね。カジノとか行ってみましょう。持ち金47ドルだけど行けるかな、カジノ。あ、オープンクローズやった、入れるぞ、カジノだ、うわ。誰何してるの。
君誰何その踊りタクシーシミュレーターだよねこれねバーカウンター高ーこれ私これ立ってる景色ですよね私の身長がめちゃくちゃ低いのかこの椅子とバーカウンターがめちゃくちゃ高いのか、すごここら辺ちゃんと作り込んでるこの画面ちゃんと作り込んでるのに他のとこも頑張れでもルーレットが遊べそうルーレットしかないのこのカジノ遊ばせてもらおうかなどうもうわ遊べるねえもう俺ちょっとルールとかよくわかんないんですけどなんか赤とか黒とかですよねプレイどうすればいいんだろうなんかチップをかけたりするのかな俺なんかチップだっけノリノリだなこの女の子かわいいですねんジョーロなんだパッとなんかなんだあなんか持ち物とかを変えれたりするんだ水やってる水やってるね主人公が左にいる主人公が水やってるからねバットで殴れるちょっと待ってあれ遊べないぞんどんどん聞いたああびっくりしたあバットで持ってたりするんだ遊ばせてねジョーロって何よなんで水かけてんのねえ遊ばせてくれこれどうすればいいんいけた今買ったあ17ドルに減ってる減ってる減ってるどうすればいいんユーロなんか負けたなんか負けたんですけどねお金もうないってダメもう遊べない遊ばせてくれなあ遊ばせてくれよダメかいあよかったじゃあん10だお金なくなっちゃったお金なくなっちゃったじゃんもうもう俺稼ぐ手段ないんだってね車どっか行っちゃったからね無表情でその動き怖いんだってねあなた誰よなんかキャラデザしっかりしてるけど通行人よりもじゃあ待っていろんなところ行ってみましょうかどうもジョーロでーすお水かけてますどうもジョーロでもう無視された通行人にジョーロで水かけたら無視されましたな何シミュレーターこれねどうもジョーロです。皆さんジョーロですよ引き返されたこいつやばこいつやばって思われた正解そのリアクション正解あごめんごめんねごめん走ってぶつかったらそんなことになるなんて思ってなくてねやば人を走りで引いてしまったやばいやば救急車救急車ね救急車呼んでね水かけないであごめんなさいあごめんごめんごめんね急ぐね私先を急ぐねあれおったー私のタクシーめっちゃボロボロになってるじゃん俺のタクシーお客さんがすっごいこっち見てくるずっと待ってたのねごめんね、ね、カジノで遊んだりしてたね。ごめんね。でもごめんね。
このタクシー一度乗ったらもう降りれなくなるんだ。だからちょっと待っててね、ごめん、また待たせることになるけど。ずっとこっち見てくる。ごめん ね。まだ歩いて行きたいところあるんだ俺。また来るから、ちゃんと戻ってくるから安心して乗っててくれ。おもろ。さあ、ライフルのところまでやってきました。ここも入れるんじゃなかろうか。入れますね。やっぱ射撃訓練場みたいなところだ。銃が置いてある。やった、使えるぞ。ただ、誰もいねえな。鍵もかかってないし、無人で、なかなか危ないことしてますよ。ガンレンジ、セーフティールールス。一応なんかルールは決まってるみたいですね。50ドルいんのか。お金めっちゃ取るじゃんね。くっそー、お金貯めないとこれできないのか。マジかー。あー、もう7ドルしかねえからな俺な今。おいおい、だとしたらここもお金がいいんじゃねえか。これ何度見てもおもろいな、これ。すいません、どうも。ちょっと見とれちゃってて。オープン。あれ？開けれる？お金を投げる？え？これを行うには10ドル必要ですのに、お金投げれるの？これ。なにこれ、ね、君いたよね。君カジノにいたよね。ね。なんでここだけキャラデザ作り込んでんだよ。ね。タクシーのお客さんとかを作り込め。タクシーシミュレーターなんだからな。広い空間で5人の女の子が踊ってる。ね、何してんの。ね。これ。これがこれなのね。この行為がこれなのね。なんか音楽変わるし。これ見たらなんか音楽変わるし。お金貯めてこよ。どうなるか見たい。お金貯めてこよ。やば。もうすっかり日が暮れちまった。まだ待っててくれてるかな。確かね、朝に乗せた記憶があるんですけど。ラジオごめん、お待たせ、お待たせしました。ごめん。まだ待っててくれてる。お待たせしました、どうも。ごめんね、今から行くね。あ、違う。よし、ゴー。あれ？あ、よし、進む。ちょっとお待たせしました。よし、今から、あれ。なんかやばい音鳴ってるけど大丈夫かな？車から。もうこれ、壊れかけ寸前なんじゃない？よっしゃー、到着。お金は請求させてもらいますよ。お支払いは、あれ、お支払いできない？ちょっと遠すぎるか？お客様、ここで大丈夫ですか？お客様。なんか数字は減ってるんだけどな、この辺りか。お客様到着。あ、行けた。25ドルありがとうございます、お客様。よし、やべ、暗くなっちまってる。お客さんが減る前に今のうち稼いとかねえと、お金を、女の子にお金を貢ぐんだ。え、顧客は車が好きではありません。ん、どうぞ乗ってください、お客様。おい、消えた。おい、俺の車が好みじゃないから断られたの今。おい、危ない。これ車がボロボロだからとか、もしかしたらあるかもしれませんね。
ダメなの？もう稼げないじゃんね。ああ到着。ただ降りられないのでメニューに戻る。そして卒業式っぽい BGM を聞いてゲームを再開する。これで車から降りることができますと。なんだなんだこのゲーム。ふう降りられた。やっぱこの車じゃダメか、顧客に好まれないかこれ。確かにまあボロボロすぎるもんな。これ私の家で直せたりとかすんのかな。まあお金32ドルあるので、なんか踊り方変わってないね君たち。10ドルですよね、お金を投げる。踊り方が変わった。以上タクシーシミュレーターでした。皆さんもね、やっぱり交通ルールはきちんと守って、安全運転を心がけましょう。そしてね、タクシーの方も頑張っておりますので、皆さん。なんだこのゲーム。本当にタクシーシミュレーターかこれ。ありがとうございました。